本日2013年6月9日です。渡辺さんはご存知だったんですか、その東電の本社には。教えてほしい、どうしてなのか。安倍内閣総理大臣の事務所でよろしいでしょうか。腹を割ってお話ししたつもりでいても戻らないでっていうのここでは。この町はあと30分で閉鎖します。現地の情報がきちんと入らないという意味ではそれはもう決定的でした。みんなも整理がついてないんです。私はそれは通じるもんだと思いますけどね。自分に対しても腹を立ててうわーっとなってましたね。爆発してますって言われて、事故の中に現実が見えてますからね。それできるんじゃないか。大きな人類から見た時の問題とエネルギー問題ってのは実に複雑で厄介な問題ですよ。それ僕どっちが正しいか今でも分かんないんですよ。どっちの正義が正しいのか。Thank you.